よっしゃよ、うん、大丈夫ですよね。今日もやっていくんですけど、今日はね、このデッキやっていきたいと思います。ということでね、ですね、このデッキは、まあ、テンプレ、言わずと知れたテンプレのペッカなんですけど、前シーズンね、世界で1位だったデッキなんですね。世界でグロ1フィニッシュした人が、使ってたデッキなんですよ。で、まあ、とりあえず、まあ、上位の人で、このデッキを使ってる人多くて、まあ、とにかく、なんだろう、安定するっすね。とにかく安定する。ってことで、やっていきたいと思います。よいしょ。まあですね、これは、本当に、今日、ドズさん家に行って、ドズさん家でも動画撮ってきたんですけど、このデッキは、本当に、なんだろう、まあ、相手の陸受け、空受けを把握して、まあ、とにかく、まあ、大事なのは陸受けですね。大事なのは陸受け。なんですけど、どんどん、陸受け把握できるようになったら、まあ、空受けとかもね、把握できるようになると、なお良いですね。とりあえず、こうかな。よいしょ。はい。ちょろい。さては、ちょろい。これ、工場。OK。OK。よいしょ。はい。2本折れますね。2本折れます。よし。これ0入り、0入りですね。3入り出したんだ、相手は。これは0入り。絶対折れます。トルネも、タルバマも使ったんで、低コストで対応できる感がないですね。とりあえず、やることねえんで、多分エリアドアトントンか1負けぐらいなんですよ。ザップトントンでしたね。で、これザップ打ったらね、2負けっすね。よいしょ。これ多分フリーズしてくると思うんで、はい、よいしょ。オッケー、これで盾作って、これ、陸受け。よし。オッケー、もう一発、もう一発。あとりあえず相手のね、ランバーがまだいるんで、とりあえず、鉄ゴーストかな。空は大事にしたいですね、やっぱり。ペッカ。なるほど。まあどうせフリーズでしょう。はい、オッケー。オケマル水産。よいしょ。まあ、あー、ポイズンが。まあいいや。よいしょ。オッケー。まあ、あっちにバルーン出そうもんなら、こっちでしばき倒しますよと。よいしょ。ん？違うな？これさては、ちょっと待って。ワンチャン危ない。まあ、ランバーだけ止めればいいんで、ここですね。危ない危ない。危ない危ない。ちょっと最後甘えちゃったっすね。だけどまあまあまあ、こんな感じで。ちょっとやばい。はい、ってことで、いきましょう。よいしょ。俺明日あれなんですよね、成人式なんですよ。だから今日撮った動画もあともう一本撮って、あとドズさんとね、キョウキョウさんと2本ずつ撮ったんで、そこら辺もで全部明日の分、明後日の分をね、まとめて出しちゃって、そうですね、もうそこら辺をやって成人式をね、思いっきりね、楽しみたいと思いますね。久しぶりっすよね、ほんと。マジで、10年ぶりとかに会う、なんだろう、小学校の頃仲良かった友達とかもいるんで、割と楽しみっすよね、ほんとに。あとは中学。中学だったら5年ぶりぐらいか。ちょうど、まあ、20歳なんで。そうですね、まあ、俺も20歳かーって感じっすね。マジで、割と。マッチングして。
20歳かって感じですね、本当に。なんか早い、周りが、多分周りの方が、俺の家族とかの方が多分思ってると思うんだけど、自分でも思うっすね、早いっすね、やっぱ。まあ、この前までなんか野球やってたような気がするんですけど、もう早いっすね。マジマッチングしない、最近マッチングしないんすよね、本当に。上の方になってくるとちょっとマッチング遅くなるんですよ、マジで。最近なんでだろう、かそってんのかな、みんなブロストばっかやってんのかな。とりあえずは、まあ、言うのっすね。だいたい言うの。言うのが血行上だけど、俺は言うのがいい。でもって、なんもしてこない。迷いに迷ったインドラスね。何かしら出てきますね、これは。ザップあったら打ちたかったっすけどね、これ。あー、だる！マジかよ。コウモリってことはメガナイトかな？多分メガナイトっすね。多分。よいしょ。多分だけどメガナイト。うん、ですよね。このデッキ自分も使ってたんで、まあ、コウモリとユーノとかインドラが入るってことは大体メガナイト。こう歩かせる。相手は、あと1枚かな？あと1枚切ったらインドラが回るんで、適当に切ったらエレキ追加して逆サイ工場を4コスでいきますね。あー、なるほど。よいしょ、いいね。あっちゴーストとかいうのが出てくる。そうなんで、こっちあれ3コスで出したんで、こっち間に合わないっすね。よいしょ、ありがとう。やるなが来ました。これワンチャンタワー折れるな、普通に。もう一発、もう一発いけ。オーケー、オーケー、オーケー。もう二発。いきますね、これは。よいしょ、オッケー。まあ、エリクサーと手札管理が大事ですね、このデッキは。どのデッキにも言えることですけど。あとは、そのエリクサーと手札管理ができるようになったら、なんだろう、あえて陸受けがいない、なんかメガナイトがいるんだけど、あえて出して、これやばい、メガナイト受けされるな。相手諦めたか。なんかメガナイトしか陸撃がいないから、あえて始まりゴーストしてメガナイト引き出して自陣で受けてからカウンターとか、そういう高等テクニックをね、できるようになるといいっすよ。俺はまだその域はね、ちょっとね、甘いんですよね。まだあえての域にまだ達してないんで、そこまで行くとやっと一流になれるって感じですね。まあ、このデッキほんと世界一の人が使ってて、そのサイトとかで、なんだろう、履歴見ても、勝率がめちゃくちゃ高いんですよね、やっぱり。うん。今、このデッキ自体も全部のデッキの中で、三重士、ザップロリババ、ドドブレの流行ってる三重士に次いで、2番目にね、勝率が高いデッキなんで、そうですね、本当に。今は、このデッキが今強いかなと思いますね。とりあえず、これさえ極めちゃえば、安牌ですよ。で、工場は弱体が来たんですけど、これ前の動画でも多分言ったんですけど、弱体が来たんですけど、マジで変わんないんで、弱体、なんだろう。弱体が来てない。来てないと同じですね、本当に。来てないと思った方がいいですね。弱体が来たから、これ共有するとか、そういう考えはあれですね。危ないですね。工場はマジで、ただただ強いまんまなんで、これ工場でタゲ取ります。よいしょ。でゴーストに変わるんで、よいしょ、はい、 OK。 これポイズします。危ねえ、今一番ずれかけたわ。 OKOK、 全然 OK、 全然 OK。 これたまま無視っていうか、普通に全部解けるんで。相手が何してきたか、最初に何してきたか忘れちゃったよ。なんだっけ、俺何してきたか忘れちゃったよ。ちょ待って、マジで忘れた。ポイズン打たれたってことは、なになになに、あ、言うのかな、違うよね。おい、マジかよ、なんだよ、ほんとに。うん、まあいっか。いや、エレキ出した方がよかったんかな。
ドラゴンの一発が行ったんかな。やべ、最初何されたかマジで覚えてね。さては老害。これワンチャン一発入るけど、ケツペッカでいいっすね。よいしょ。オーケー。で、ここで切ったんで、相手はロリババでしょ？メンディーですね。あ、ライトニングされたんだ。そうだ。ライトニングされた。思い出した。なんで、こうですね。平井心。よいしょ。平井新丸ですね。よいしょ。いいよ。これ溶かせる溶かせる溶かせるんで、ケツペッカーでいけますね。これは。お？さては？さては？よいしょ。全溶かし。全溶かし丸ですね、これは。よいしょ。OK、OK。で、これ、ライトニング警戒の、オッケー。これワンチャン普通にってかいけるんじゃないか。で、いけねえか。マジか。うわー、マジかよ。めんどくさ。ちょっと待ってよ。呪文が。よいしょ。ワンチャン逆サイ来るけど、エレキがいたらそんな怖くないんで。よいしょ。これエレキは絶対つけた方がいいと思うんですよね。よいしょ。よいしょ。OK! いいポイズン。ライトニング打たれないように立ち回るってのがちょっと難しいっすね。はい。あ、来ると思ったのによー。マジかよ。めっちゃ平石にしたと思ったのに今。うわ。ペッカ。まあ同じことを考えてますね、相手は。どうしようかな。ライトニング打ったばっかなんで、でギリ自陣に入るか入らないかの瀬戸際っすね。よいしょ。よいしょ。これやばい。ワンチャンやばい。さてはワンチャンやばい。よいしょ。これポイズンですね。間違いなくポイズン。ちょっと後取られたな。どうすっかな、これ。よいしょ。ワンチャンライトニング打たれるか。うん。さすがにない。エレキ。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。普通にいけるかな。頭の上にエレキが来る。はいはいはい。よいしょ。こっちをこれで刺せればいいんで、でタルババが来るんでゴースト追加して4コス工場だな、これ。オッケー。来て、来た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 。エレキしかいないんで、エレキとゴーストしかいないんで、ぶっぱすね。こっちはもう無視。エレキが来るんで、オッケー。よし。よし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 。オッケー。あえて、このめちゃくちゃ残ってるタワーをペッカで攻めて、ペッカで受けさせて、ちょっとアドを取って、逆サイぶっぱって感じですね、今のは。って感じで。あれ、ボーラーやったよね、これ。やったよね。ちょっと待ってください。OK です、OK です、OK です。ってことでですね、まあこんな感じで、結構いい感じにいけたんで、まあね、本当に多分、なんだろう、トラゲとかでもデッキを使い続けることが大事なんですよね。やっぱり、ちょっと沼って、これダメだっつってデッキをコロコロ変えているうちは、あんまりトラとか上がんないんで、デッキを固定してやるっていうのが割と大事ですね。だから、これ今強いって間違いないんで、これを結構、このデッキを固定して練習すれば本当に12勝とかも普通にできると思うんですね。今めっちゃ強いデッキなんで本当におすすめです。これは空にも勝てるし陸にも勝てるって感じなんで、
おすすめです。ってことでね、まあ今日はこの感じで終わるんですけど、まあね、あの、キヨキヨさんとトツさんともね、動画を撮ってもらって、まあコラボ動画2本ずつ撮って、まあ今日、明日、明後日って感じでね、どんどん上がると思うので、まあそちらも見てください。ということでね、まあ毎日日本投稿、まあね、最近はね、日本投稿やってるんですけど、毎日 YouTube 出してるんで、まあね、少しでもいいと思ったらね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ってことで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様です。